まあ、あの、いろんなソーシャルメディアでですね、アテンションエコノミーと呼ばれる現象があって、まあ、いいねとかリツイートとかされると、えー、それが、あの、まあ、様々な、え、経済的な効果を含む、えー、いいことにつながっていくっていう考え方で、そうなると、その、ヤフコメが、典型なんですけども、あの、最大公約うう数的なつまらないモノカロチャーになっちゃうんですね。だって、ヤフコメのトップに来てるものってのは、なんか、ま、大体世間の人はこういうこと言うよねとか、ワイドショーのコメンテーターだったらこういうこと言うよね、みたいな、当たり触りのないものになっていて、 あの、誹謗中傷がフコめは良くないっていうことをよく問題にするんですけど、あの、むしろそこよりですね、あの、内容がつまらない、チンプであるっていうことの方が非常に大きな問題なんですよね。で、結局その、えー、まあ、数を競うっていうか、パイを競うっていうその、まあ、ケインツがね、えっ、ー、と、ビューティーコンテスト理論とのを作ったと。ビューティーコンテストの理論っては何かというと、えー、例えば美人コンテストで自分がどの人をいいと思うかって投票するんじゃなくて、誰が、 えー、みんなの、市場を集めるかってことを当て合うゲーム。まあ、これがだから、株式市場を作るっていうのが、ケインズの、ま、敬願だったわけですけども、えー、その、不毛なモノカルチャーに行ったら、ビューティングコンテストになりかねないんですよね。でも、実際には、真理というのは、えー、多数決で決まるわけではない。 世の中の9999人がこうだって言っても、一人がこうだって言ってることの方が、えー、正しい場合もある。で、科学の場合にはそれを実験とかですね、えー、検証、反証可能性ですね、を通していろいろ、まあ、検証できるんですけども、その、今のソーシャルメディアの中にある、えー、アテンションエコノミーは、そのようなその科学における実験にあたるような外部性がないと。 結局、その人々がいいねというようなものはいいという、なんかトートロジーになってしまって、そのトートロジーの、え、まあ、物価値は不毛ということが、え、まるでですね、白化したンゴ礁のように、どんな生き物も住めないような、虚しい場所にしてしまっていると思うんですね。じゃあこういう、その、まあ、 アテンションエコノミー。こういうことで、まあ、まあ、ツイッターにしても、Facebook にしても、Instagram にしても儲けてるわけなんですけども、あるいは TikTok にしても儲けてるわけなんですけど、そのアテンションエコノミーに対してリジスタンスにはどうすればいいかというとですね、まず、あの、僕のおすすめは、え自分の書いたものとか、自分が出したえ YouTube 動画についてのえ再生数とか、そのまあ、一切無視すると。 僕は実はあの、もうんま、まずコメント欄はですね、3、もう1ヶ月ぐらいかな二か月かなあの、一切見ないんですけど、最近あの、その、再生数、もう見なくなっちゃってるんですね。やっぱり、もう、ど、どうでもいいやそのために別に YouTube やってるわけじゃないから、えー、自分の、本当にその時々で大事なこと、言いたいことを言ってるだけだと、そういうふうにしようと思っているのと、それからやっぱり自分がですね、あの、今度逆にリツイートとかコメントする場合にも、えっ、ー、と、本当に自分の心が動いたことだけ、 えー、そういうふうにすることにする。えー、一般に、えー、そのアテンションエコノミーが、すべて悪だということはできないわけですよね。でもその時の投票行動が、周、え、部、ー、の投票行動では意味がないわけなんで、本当にそれぞれの人が心を動かされたことを基準に、えー、いいねとかリツイートするということを、こういうことをすることによって、えー、アテンションエコノミーに対するレジスタンスができるんではないかなと思います。あの、おそらくですね、えー、今の世の中についての、まあ、いろんな 論点あると思うんですけど、その、アテンションエコノミーに象徴される宗教、モノカルチャー、あの、白化した産後症のようなむやしさ、これに対してどうレジスタンスするかというのは、実は社会を良くするってことだけじゃなくて、自分の魂を守る。自分の魂が荒れて、えー、つまらないものになってしまわないようにするには、えー、そのようなことを考える必要があると思うので、ぜひ皆さんもレジスタンスをしましょう。アテンションエコノミー、なんぼのもんじゃい無限一上でした。